裏庭のねチューリップ花壇なんですけど、これだけチューリップあるんですが、今年は一輪だけ咲きました。これはね、母が園芸店で買った球根を、まあ、自宅で鉢植えで育ててたんですけど、私が足が悪くなる前にですね、祖父の代わりに畑やってて、畑にね、捨ててしまう球根を植えたら、畑でね、チューリップが花を咲かせるようになったんですけども、まあ、その畑がね、土地の再開発っていうことで、使えなくなってしまって、家にね、球根を引き下げて戻ってきたものになります。